アプタラン。アプタラン、オプテイロンは、アドバンストマイクロデバイセズが、開発、製造、販売を手掛けるマイクロプロセッサのシリーズの一つ。a m d が提起した、AMD64 命令セットを採用し、サーバーワークステーション用途を念頭に置いて、開発されていた、アプタラン、A シリーズを除く、オプティオンとの日本語表記が正式発表されていたが、 2003年4月22日以後に非公式ながらオプテロンに差し替えられている。英語表記からそうは読めないための改変だと思われる。アスロン MP の後継にあたり、同社製、コンシューマー市場向けプロセッサーアスロン64、またはフェナムの上位モデルに位置づけられる。コアは長く AMD-FX と同系列であったが、新たにアプタラン。 X シリーズで AMD APU と同系列のコアをアップタラン、A シリーズで ARM アーキテクチャの非 X64、X86 コアを採用した。当初のモデルでのアスロン64との相違点は下記の通り、これらの相違によりアスロン64とアップタランの間では物理的、電気的な相互互換性がなく CPU メモリマザーボードについて ベッド用意する必要が生じた。当初はユニプロセッサ構成専用のアプタラン1、XX、デュアルプロセッサ構成対応のアプタラン2、XX、そして最大8プロセッサ構成対応のアプタラン8、XX の3シリーズがラインナップされ、モデルナンバーの100の位がシステムで構成できるプロセッサの最大数を示していた。 もっとも、ユニプロセッサ対応のアプタラン 1XX については、2CH の DDR スタラムインターフェースを搭載するソケット939の制定前には、メモリーインターフェースが 1CH のみのソケット754に対応するアスロン64の上位規格として、性能面で合理性が存在したが、ソケット939の制定後はこれに変えて、 各部品が必然的に高コストとなるソケット940を使用するメリットはほぼ皆無とな。このため2005年8月2日の AMD 発表でアプタラン 1XX はデスクトップパーソナルコンピュータ向けソリューションであるソケット939に移行しメモリはアンバッファードダドスデラムインターフェースに CH 対応に変更され ハイパートラポートも一本に制限されることとなった。この変更は実質的には機能の格下げであり、従来可能であったコンパニオンチップをアップタラン2つ並列で接続する構成が不可能となった。しかしもともとユニプロセッサ専用でなおかつ2系統のハイパートラポートが実装されたマザーボードは存在しておらず、機能的な制限が問題となるケースは事実上皆無であった。 それに対し、対応するメモリの種類が特殊かつ高価なレジスタドから一般的かつ廉価なアンバッファードへ変更されたことで、コスト面では PC メーカーユーザーともに大きなメリットが得られたことになる。アプタランを含む初期の K8K プロセッサはシングルコアプロセッサであった。だが、当初より将来のシングル台でのデュアルコアプロセッサ化を 前提として設計されており、チップ内部の演算ブロックとメモリインターフェースや、ハイパートラポートインターフェースとを結ぶ、クロスバースイッチ部分にもう一気分の演算ブロックを接続可能な構成とされていた。また、ソケットの使用も冷却系の使用を含めて、デュアルコア化による電力消費の増大を睨んで決定されたものであるが、 これはその後のクワットコア化には対応しきれないことが明らかとなった。その後、DDR スタラムより高速化の容易な DDR にスタラムが一般化し、メモリーインターフェースを内蔵する K8K の使用上、これに対応するにはソケットそのものの使用変更が必要となった。そのためラインナップ各モデルのソケットの変更が決定され、マルチプロセッサ対応モデルでは、 クワットコア以上のマルチコア対応に伴う消費電力量増大を念頭に置いて従来の940ピンから1207と大幅にピン数を増加し CPU 側にピンがあった方式からマザーボード側にピンがある方式に変更されたソケット f へ、ユニプロセッサ対応モデルでは939ピンのソケット939から940ピンの ソケット AM2 へそれぞれ変更され、これに合わせて、モデルナンバーもユニプロセッサモデルが、アプタラン 1XXX、2プロセッサ対応モデルが、アプタラン 2XXX、そして8プロセッサ対応モデルがアプタラン 8XXX となった。初代 K8 コア搭載モデルでのアスロン MP からの、主な改良点は、メモリコントローラーの内蔵と、 AMD64 という X86 命令を64ビット拡張した命令の実装の2点である。この AMD64 ではストリーミング深度拡張命令に相当のマルチメディア拡張命令も標準でサポートされ、後のモデルでは動産も追加実装されている。マイクロアーキテクチャーの改良も行われていて、 フロントエンドでは分岐予測の改良を行っており、ローカル分岐予測については、命令キャッシュに組み込まれたブランチセレクターを用いて、行。グローバル分岐予測機については、K7 の4倍とも言われる、16K エントリーの分岐履歴を保持できる。ただし、分岐先、ターゲットバッファは、K7 と同じ数である。命令パイプラインにも改良が入っており、デコーダについては、 二分割命令までは、ダイレクトパスデコーダーで扱えるように改良しており、K7 では、ダイレクトパスデコーダーで扱えるのは分割しない例のみで、二分割命令以上はすべてベクタデコーダーで処理していた。三分割命令以上が、ベクタデコーダーでの処理となっている。スケジューラーでは新たにパックステージを設けまくろ、OP のレーン切り替えを行っているようである。RS は三つに分かれており、 それぞれの RS は8エントリー持ち、合計24エントリーのマクロ OP を保持する。RS には、ルート、アグがタイになって接続され、それが3本束ねられた状態と言える。RS は1サイクルあたりで1エントリーのマクロ、OP を発行できる。つまり、ルート、アグがマクロ OP 化されている状態のみ、同時発行できるということだ。同じ RS の異なるエントリーから、 並列度を抽出して、ルート、AGP それぞれへ、マイクロアップの同時発行ができないので、6マイクロアップが自由に発行可能ということでは、ない。ルーを使うマイクロアップと、アグを使うマイクロ OP が、マクロ OP されていないと、パイプライン1本あたり1サイクルでルーかアグどちらか、5つの発行になるため、合計3マイクロアップ発行が上限になる。異なる RS から、 異なる RS につながれているルート、アグに発行するのはもちろん無理だ。その他、スケジューラーエントリーの増加、物理レジスター数の増加、TLB エントリー増加なども行われている。アスロン、アスロンクスプ、スロン、センプランなどといった旧来のプロセッサは、集積度やぶ止まりの問題などから、メモリコントローラー機能をチップセットに持たせていた。この構成では、 チップセットを介することでメモリアクセス時の冷点子が増えキャッシュがヒットしていない状況では CPU 側の内部処理がアイドリング状態となりやすいなどメモリアクセスに伴うオーバーヘッドが大きいという問題があるそのためチップセットのメモリコントローラーの処理能力がそのまま CPU の処理能力のボトルネックとなっていたそこで AMD はアプタラン アスロン64ともにメモリコントローラーを CPU に内蔵することで CPU、チップセットメモリ、チップセット CPU となっていた経路を CPU メモリ CPU 短縮し CPU のメモリ読み込み要求からデータ受け取りまでの0点子を大幅に低減させた。これは分岐予測の効きにくい処理の複雑なアルゴリズムを持つアプリケーションや アクセス回数の少ないデータをメモリ上で大量に取り扱うようなアプリケーションに絶大な効果をもたらす。またこの方式はアプリケーション側でソフトウェア修正などの対応を特に必要としなため古いアプリケーションも新しいアプリケーションもメモリアクセスの頻度に応じて大きく高速化させることが可能である。一方、安全性の確保のため CPU とメモリの組み合わせによっては CPU 内部動作周波数の低倍率の関係からメモリの動作周波数が SPD などメモリモジュール側で規定される低角動作周波数よも低くなってしまうことがありメモリ規格の変更が CPU ソケット規格や CPU コアそのものの設計変更を必要とするという問題もあったまた チップセットに GPU が内蔵された、いわゆるオンボード GPU のケースでは、GPU メモリ GPU という経度から、GPUCPU メモリ CPU、GPU となり、メモリコントローラがチップセット側から CPU 側に移動した場合に、オンボード GPU 性能の低下が見られる点には、留意すべきだろう。アップタランでは、サンマイクロシステムズ、ヒューレットパッカード、 IBM、デルというアメリカの4大サーバメーカーの採用を勝ち取った。特に過去の行きさつから、インテル製 CPU のみを採用し続け、インテルの水平分業モデルの優等生と言われたデルの方向転換は大きなインパクトを与えた。これは、インテルが過去の試算を全て無に返して、ベロへ命令セットを基本とする別のアーキテクチャを備える X86 に比べて、 高コストな6 4ビット CPU を普及させようとしたのに対し、AMD は十分に安価でこなれている X86 プロセッサの処理能力を高めるというシナリオを望んでいた業界のニーズに的確に反応し、X86 アーキテクチャを素直に6 4ビット拡張して、従来の16、3 2ビットアプリケーションもそのまま動作する AMD64 のアーキテクチャを 投入することにより、市場のニーズに合致した製品を出荷。これが4大メーカーの強い指示を受けるに至ったもである。また、マイクロソフト Windows が AMD64 対応を発表したことで、将来性も安定したものとなり、普及に弾みがついた。これによりインテルは、今までの互換プロセッサを作られる立場から、 AMD64 互換の CPU を作る立場となり、アーキテクチャの主導権を AMD が奪取したことは大きなインパクトを業界に与えた。サーバー市場への参入は以前からの AMD の悲願であったが、アップタランの登場により大々的かつ広範囲の参入が可能となり、利益率の高いエンタープライズ市場でハイパフォーマンス CPU を高額で売ることによって収益を確保し、 ボリュームゾーンであるコンシューマー市場での価格競争力を維持するというインテルがとっているのと同様の収益構造を構築することが可能となった。2011年11月に発表されたスーパーコンピュータの性能ランキング第38回トップ500ではインテルのザヨン搭載システムが上位10台中5台を占める一方でアプタラン搭載システムは 上位10台中4台をめている。同一世代のアプタランのラインナップで通常、モデルよりも低い TDP を保証するモデルで、モデルナンバーの末尾に EE と HE を付けられる。EE はエネルギーエフィシェント、HE はハイリーエフィシェントの頭文字である。これにより熱密度が大きくなりがちで冷却に、制約のあるブレードサーバや一ユーラックマウントサーバーなどでの利用も、 容易となった。性能は通常モデルよりも若干低下するが、価格は比較的高価に設定されている。また EE、HE とは逆に、同一世代のアプタランのラインナップの最上位の位置づけとして、高クロック、高 TDP 仕様の SE が存在する。SE はスペシャルエディションの頭文字で、通常モデルに比べて TDP が若干高く設定されている。 以下の CPU コアの名称は AMD 内部での開発コードネームである。2003年4月にリリースされた。130ナノメートルの SOI プロセスで製造され、1メガバイトの二次キャッシュを搭載する。拡張命令はサンラオプロフェッショナルとスニーに対応する。2005年2月にリリースされた。製造プロセスが90ナノメートルの SOI プロセスに微細化され、 対応するハイパートラポートバスのクロックが 1GHz に高速化され、新たに S3 もサポートした。二次キャッシュはスレジハマーと同じく 1MB。なお、アテーネはモデルナンバー800番台の製品に、トロヤは200番台の製品に、ビーナスは100番台の製品にそれぞれ付けられたコードネームである。2005年5月に、 リリースされた第2世代のリビジョン E のアプタランの中で、アテーネ、トロやビーナスと同等の機能を持った CPU コアを台の中に2つ搭載する、デュアルコア構成を採用する。エジプトはモデルナンバー800番台の製品に、イタリーは200番台の製品に、デンマークは100番台の製品にそれぞれ付けられたコードネームである。2006年8月にリリースされた。 ソケット F を採用し、モデルナンバーは 12XX、22XX、82XX のように、各プロセッサの拡張性を表す、数値、1、2、8に、対応ソケットを表す、2を付与した形で一新している。下2桁、XX の数値が大きければ大きいほど、同アップタランシリーズ内で、相対的に性能が高いことを示している。 サンタロサは8200番台及び2200番台。サンタアナは1200番台に相当する。ハードウェア仮想化拡張技術、AMD バッチラゼーションが追加された。2007年9月10日に発表された。初めての K10 タランで、初めてのネイティブクアットコアのサーバー用プロセッサである。発売直後に、ステッピング A 及び2のバルセローナは、 問題があったため出荷中止となった。2008年にステッピング3のもの販売再開となった。モデルナンバーは変更されていない。ブダペストは 13XX シリーズでバルセローナは 23XX と 83XX である。ハードウェア仮想価格張技術、AMD バーチラゼーションにラピッドバーチラゼーション、インデキシングが追加された。 2008年11月13日に発表された L3 キャッシュが増量されており、またスマートヘッジによるアイドル時の消費電力低下している。鈴鹿は 13XX シリーズで、上海は 23XX シリーズと 83XX シリーズである。2009年6月1日に発表されたネイティブ6コアを持つアプタランである。新たに、 HT アシストが追加された。これは L3 キャッシュ1メガバイトを使用して CPU 間でのキャッシュのプローブトラフィックを軽減しデータベース処理等を高速化する機能である。モデルナンバーは 24XX84XX となった。2010年3月29日に発表された。ソケット形状は1944ピンに増やされ、 後に出るコードネームブルドーザーにも対応予定のソケット G34 を採用。モデルナンバーはそれまでの1000の桁が対応ソケット数を示す規則から代わり 61XX2 ソケットまたは4ソケットに対応し1パッケージあたり8個または12個のコアを持つ。ハイパートラポートのリンク数が従来の3本から4本へと増加し4ソケット環境で すべての CPU 同士を直接 HT でつなぐことができるようになった。リンクスピードは 6.4GT、SEC、また HT アシストも更新され L32MB を使用する。メモリコントローラーはクワットチャネルの DDR3 から1333まで対応する。省電力機能として C1E ステートへ対応したほか AMD クルスピードテクノロジーと呼ばれる。 限界温度を超えた際に P ステートを自動的に下げる機能を新たに加えた。2010年6月23日に発表されたソケット形状はソケット C32 を採用し、モデルナンバーは 41XX4 コアまたは6コアを持ち、2ソケットまでに対応する。メモリは DDR3 から1333までのデュアルチャンネルをサポートしている。 ハイパートラポートは、マツ BE が 2.0GT、セック。それ以外が 6.240GT、セック。2011年11月14日に発表された、ブルドーザーマイクロアーキテクチャを採用した、最初のアプタラン、インターラゴスは、モデルナンバーは 62XX メモリは、DDR3 から1600のクワットチャンネルをサポート最大ソケットに対応し、 ソケット形状は G34 を採用バレンシアはモデルナンバー 42XX メモリは DDR3 から1600のデュアルチャンネルをサポート最大にソケットに対応しソケット形状は C32 を採用チューリヒはモデルナンバー 32XX メモリは DDR3 から1866のデュアルチャンネルをサポート最大1ソケットに対応しソケット形状は AM3 を採用。2012年6月4日に、以下のモデルが追加された。2012年12月4日に発表された。パイオールドライバーマイクロアーキテクチャを採用した、ブルドーザーマイクロアーキテクチャの改良版。アブダビーは、モデルナンバーは 63XX、最大4ソケットに対応し、ソケット形状は G34 を採用するわ。 モデルナンバー 43XX 最大2ソケットに対応し、ソケット形状は C32 を採用レデ,ディは、モデルナンバー 33XX 最大1ソケットに対応し、ソケット形状は AM3 を採用。2014年1月22日に発表された、アブダビーの改良を、省エネ版。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。